あの、こなれ感だよね。そう、こなれ感だよ。春、夏にかけて、これ、はい、マストになります。買ってください。なんといっても、この千鳥柄。千鳥柄。マジで、この動画のために、昨日原宿に。皆さん、こんにちは。せーの、スターダスト、ネクストガールズです。はい、森あこです。はい、うぬるりかです。よろしくお願いします。なんか、どうぞどうぞみたいになっちゃいましたけど。はい、今回の企画はですね、私たちが買ってよかった春コスメの紹介になっております。はい。コスメ。コスメ結構好き。だよね。そのイメージしかない。好き？私はもう疎い。あ、そうなんだ。疎いキャラでやってますけど。あ、そうなのね。そちら様はもう。私も結構コスメ大好きで、ね、新作のコスメを、そう見たりとか、してるね、え、見てるだけが好きみたいな。いや、全然買っちゃうのよ。めっちゃ買う？めっちゃ買うの。じゃあ、私からいいですか？あ、どうぞどうぞ。じゃあ、私から着てみます、はい。こちら、D-UP のマスカラと D-UP のアイライナーです。ルビーブラウンっていうカラーなんですけど、うん、これ最近出たカラーのマスカラとライナーで、うん、私結構あの肌診断したことないんですけど、うん、まあ自分的には、まあ、ブルベなのかなっていう、あの本当にすごい迷って、あのキャラメルブラウンっていう同じ種類のものがあったんですけど、でも自分に合うのはピンクかなって思って、いただきます。これにしました。結構なんか色とかも、何笑ってんだよ。いや、なんか商品開発の人かな。なんか色がね、結構こういう色で結構赤いのかな。あ、ピンク目ね。ちょっと春なのかって思うかな。可愛い。わかんないけど年がら年中使えるかなって思ったし、やっぱ春はガッてやりたくないですよ。ガッてやりたくなくて、どういうこと？ちょっとなんか抜け感が欲しいので、ちょっと色のマスカラと。わかる。あの、こなれ感だよね。そう、こなれ感だよ。こなれ感大事。そうそう。で、なんかマスカラだけこれだったらおかしいから、ちょっとアイライナーも買ってみたんですけど、うん、私、この色にした理由は、まあ、こなれ感ともう一つ理由がありまして、はい、あの、私、すごい時間かけてメイクすると、どんどん濃くなっちゃうんですよ。あ、なるほど。どんどん足して、どんどん足してってなっちゃうと困るので、うん、ちょっと色があるものだと、ちょっと薄く見えたりとかするかなと思って、こちらを買いました。で、続いて、ラロッシュポゼ UV イレア XL プロテクショントーンアップ日焼け止め乳液です。これは私結構前から、うん、2年ぐらい前からこれ愛用してるんですけど、これ結構なんか商品開発みたいな感じなんですけど、結構もう白いんですね。でも全然ちょっとトーンアップするかなってぐらいで、結構肌に馴染むし保湿感が高いんで、私結構これ愛用してるんですけど、何がいいかって言うとですね、野、はい、さん、はい、聞いてください。はい、聞いてます。これですね、SPA が 50+ プラスと PA++++ 入ってる。マジ？それはやばい。大体なんか日焼け止めだとこれぐらい入ってるんですけど、これが化粧下地に入ってるってやばいですよ。そう、化粧下地で大体 SPF30 とかなの。確かに。そう、やばい。だけどこれ結構多いので、春夏にかけてこれ買います。マストになります。買ってください。次ですね、アピューのジューシーパンスパークリングティント。初めて聞いた。これアピューっていう韓国のアピューブランドで、ちょっと赤みのある色なんですけど、うん、これラメが入ってるんですね。マジで？そう、ラメが入ってるの。それ強いな。ラメが入ってるんですよ。なんで今私も塗ってるんですけど、この乾いた時もちょっとプルって見える。確かに。感じで、やっぱ春はパッとした方がいいと思うので、まあこれがちょっとおすすめかなと思います。以上で、はい、4点ですね。4点ですね。これぜひチェックしてみてください。でもなんか確かに春感あるかもしれない。え、今日のそのメイクを全部使ってる？そうです、そうです。今日はこちらをしっかり使用してきました。いいね。はい、じゃあ次ちょっと宇野さんの。はい、私いきます。はい、私はですね、はい、結構今回ディオールが多めです。あらら、いいよな。あらららら、うん、ディオールとですね、うん、3CE の2つのブランドを持ってまいりました。1つ目、こちらディオールスキングロークッションファンデヒゲティントクッションです、うん、使ってますかそれ。これ読めないでしょ誰も。これディオールフォーエバークッションファンデみたいな、多分そんな雰囲気のニュアンスなんですけど、なんといってもこの千鳥柄。千鳥柄かわいすぎません？かわいい。まずこの見た目に惹かれて、え、かわいいお母さんと思って。お母さんじゃない。違う、お母さんじゃ
と言ってて、お母さんかわいいみたいな。二人で興奮して。あらーってなっちゃうからね。あらーってなっちゃうからね。お母さん、あらかわいいわ、これ。うん、と思ったら、ここ、なんと名前入れれるんです。すごくない？そしたら、ルリカって入ってるね。そう。これ多分ネットの注文で多分数量限定かなんかで、注文したらできるんだけど、うん、自分の好きななんか名前とかなんかいろいろ入れれるから、これ可愛いなと思って買ったんですけど、なんか可愛すぎて使ってはないんですけど。どういうこと？いやいやいや、さすがに。だから紹介すると思ったから、今日使ってきたんですよ。あ、今日使いました、使いました。今日はね。え、これね、使ってみたら、なんかこんな感じなんですけど、めっちゃみずみずしいんですよ。でも初めて使った、こんな感じ。クッションファンデって、すごい分厚い感じになるんですけど、これなんか水をつけてる感じ。それもね、ディオールの何がいいかって、匂いがいいんですよ。めっちゃ全部ね。わかるわかる。なんか、何の匂いだろう。なんか、ちょっとなんか、お金持ちになった気持ちになる。やっぱね、なんかね、匂いあるだけで気分も上がりますね。いや、これはもう最強でしたね。おしゃれだね。もう私これしか使いません。使わないじゃん、もう一回しか。もう多分一生これしか使わないかな。パッケージも自分のこの作るじゃん、うん、そしたらもう一生使えますから。あ、なんかレビューだけ買えばいいんだ。そう、うん、だからいいなと思いました、うん、次いきます、はい。ディオールつながりで、うん、ディオールアディクトリップマキシマイザー014番です。こちらは多分有名すぎるんで、もう紹介しなくてもいいと思うんですけど、うん、スースーするから、めっちゃなんかプル、なんか膨らむんだよね、うん。刺激によって唇がプルッとするっていう、そういう代物でございます。うん、これなんか、いつ塗るんだろう、私そのタイミングわかんないんだよね。いつ塗ってる？いつ塗る？私は、うん、こう、口紅を塗った後、それぼかすために上から塗ってる、うんうんうん。これでもぼかす作業してる。いいんじゃない？普通でもこれ、中に仕込むんじゃないかなって思う。はい、確かに先に塗ってもいいかもね。そんな気がする、うん。まあでも自分のね、好きなタイミングで塗っていただいて。うん、こちら、おすすめです。続きまして、はい、こちら、3CE のアイシャドウパレットになります。マルチアイカラーパレット。ドライブーケット。ドライブーケットっていう名前で、これ、昨日買いました。もしかして、宇野さん、この動画のために、いろいろかき集めてきました、はい、マジで、この動画のために、昨日原宿に。いや、熱心ですよ。これはまあ、言ってますから、もうコスメ疎いって。うん、まあでも、このね、企画に組み込まれたんで、うん、そりゃちょっと頑張ろう。すごい、新品だなとは思ってたんですけど。いや、でもさすがにね、これ使わないはダメですから、さすがに今日使って、今日塗ってますよ。塗ってるな、いいじゃないですか。はい、可愛いと思ってずっと 3C が欲しくて、うん、でもこの色可愛いんですよ。ピンクもあるし茶色も入ってる、うん、からめちゃめちゃ春っぽいよね。春っぽいなと思って買う。何で笑うんですかみんな。前スタッフさんがずっと笑ってるんです。おかしいよね。昨日だとはみんな思いませんよね。あれなんか1週間前に使って試してみたいな。いやでもありがたい、ずっと買いたかったんだけど、私なんかコスメにお金を使うのがちょっとなんかケチになって。あ、そうなんだ。高くない？だって5000円高いなと思って、まあ1個あればいいかなって思うけど、今日ね、 YouTube があるって聞いたから買って、え、これね、買うって決めて、あ、これ買いますって言ったら、うん、店員さんが、あ、今ならあのリップブラシとリップ500円引きで、こちら買った人にだけただいま500円引きなんですよ言われちゃって、え、マジですかみたいな。ちょっと見せてもらって、さすがに買わないんですけど、一回見せてもらっていいですかみたいな。言ったら、うんうん、まあ、こちらの商品が一番人気で、みたいな。こちらが、ソフトマットリップスティック、こちら、最近入ってきてとっても人気で、みたいな。店員さんにうまくもう乗せられちゃってるんですよ。私もね、乗ります。あ、こんな感じなんですよ。あら、かわいい。ちょっと見せてくださいよ。はい。かわいいってなって、それも、え、こちらと合わせて使ったらもう、垢抜けですよ言われちゃって。確かに。って思って。買います。こちらセットで。都合のいいお客様にこちらに。え、でも本当にかわいいから、私多分ずっと使うと思う。うん、確かに。これならさ、他のアイシャドウとさ、組み合わせても使えるしね。うんうんうん、やっぱ、クッションファンデとかさ、はい、今マスクするご時世だからさ、なんか水っぽいやつだとピタッとして崩れなくていいかもね。そうなのよ、これね、うん、マットタイプがあっ
ったんだけど、うん、そうだから人によってね選べるんだけど、うん、私はやっぱみずみずしいリキッドタイプ、つやつやリキッドタイプってやつ、グローグロー、うん、そう選んだ。あ、そうなんだ。私も結構つやつや、つやつやタイプ、つやか、やっぱ発酵させていきたいから、わかります、うん、女の子は発酵ですから、ね、そうやっぱね、たくさんいろんなコスメとか使って、はい、春を楽しんでいただけたらなと、はい、はい、思いますね。あ、次回そうですね、やっぱ春と来たら夏、夏コスメですか、夏コスメ、また買いに行かなきゃいけないんです。夏コスメ、やっぱでもね、夏コスメ楽しいよ。いや、なんかあの、すみません先生、うまいんですけど、はい、別に春、夏、秋、変わっても一生これでよくないですか。いや、でも、はい、やっぱ春はやっぱ内側から光らせるなんかツヤみたいなのをやっぱ全面的に出して、夏になったらもうギラギラに、目とかギラギラにして、確かにした方が、そうですよね、レッツサマーって感じしません？確かに、でしょ。だからやっぱ四季折々やっぱメイクを変えていった方がいいと思うんですよ。どうですか、宇野さん。まあちょっとだけわかりました。それでは、この動画がいいなって思った人はチャンネル登録と高評価、高評価お願いします、はい、お願いします。待ってます。おすすめだよ。これもね。